崩れかかっている雪碑の領域には雪にひびが入っているのが見える。この写真を撮影した直後にの領域は崩落し、の場所が新たに雪碑の先端となった。雪碑とは、雪のかぶった山の尾根、山頂などに風が一方方向に吹き、風下方向にできる雪の塊である。また、雪の積もった屋根から雪がせり出している状態のことも、雪碑という。 大型倉庫の屋根からせり出した石碑。落下すると、時には、怪我や死亡事故につながるだけでなく、トラックのキャビンや過失を押しつぶすこともあり非常に危険。放置すると、自重に負けて崩落するまで再現なく大きくなる。馬の背と呼ばれる、細い尾根に見られる石碑は、時として、滑落の原因として恐れられている。登山者が尾根を歩く際、 石碑の真上にいることに気づかず踏み抜いてしまうなど、真上からの観察では地面と石碑の区別は不可能とされる。風上と風下の気象条件を熟知していれば、石碑の方向を読み取ることも可能だが、それでも完全ではない。大きな石碑はブロックなだれの原因になることから定期的に除去されることがある。近年では村くせ建築の増加などにより、 降雪量が多い地域で住宅の屋根の減りに設備ができることが多い。放置すると山の設備と同様崩落して通行人や家財に被害を及ぼすことがある。そのため屋根に電熱線を仕込んで設備ができない構造にしたり、桑を長くしたような形状の専用の器具を用いて設備を取り除くといった対策が取られる。季語としての雪備は冬の季語。分類は天文。 季語としての、雪日は、山の急な傾斜面にできる、雪の日差しを指す。季語、雪の数ある小季語の一つである。ありがとうございます。